マッチチームのさ、これに五大条件取りますから、マッチチームだっけ？だって、自分の人だからね。すごい。入っていいんだよね。入っていいって。なんか雰囲気がすごいぞ。すごいね、なんか古さが。こういう綺麗になってないのがいい。いいですね。野生味あって。この葉っぱのこういうのもいいよね。味だよね。のこのままあ、見ないね。グルータと思ったらパッと見るんですね。おわ、もう鳳凰と言われるのが確かに見えますか。見えますね。光が、あー、鳳凰の光してる。鳳凰の光してる。鳳凰神、鳳凰神すごい。そうだった小さいサイズで真似てね、作りたいね。熱がかかるけど。
ほんとだ、でかかった。これあれかな、雪姫だっけ。QR コードはここか。おお。というかスイカで入れたんだ。本当だ。すごい汽車走ってるよ。あれの方が速かった。速いですか。そんな歩くの？わかんない。すごいよ。え？ちょっと。ここで？何やってんの？42だよ今年。じゃあ今これ。遠い。盆栽園って書いてあるね。園が違うけどね。そうですね。結構遠いですね。今、すごいよ。これ乗れる？自転車。自転車借りる？自転車借ります。あ、自転車借りよう。じゃないと多分しんどい。しんどいよ。二人乗り。あ、二人乗り。デートだね。デート。え、待って、1500円。うわ、高いね。高いっすね。歩くか。単価高い。ペイできない。ペイできない。心拍。心拍？すごいよこれ。つながってんのかな。心拍かな。ね、熱らというか。心拍か。なんだっけ、あれか。ここに。すごい。これを見に来たんだっけ。違います。違います。おお、すごいよ。すごい。一周ぐるっと。すごいですね。売ってくんないか。長いよ。これすごいですよ。この低さ。ヒノキとか？そしてこっち。ケヤキ、あれすごいよね。全然画面だと全然わかんない。人が、あれですか？人があんなもんですよ。こっちで合ってる？あっち行くかもしれない。あれ桜じゃない？あっち。あれ多分奥ね。はい。はい。全然見えないけどこれ。すごい。すごいですね。なんかすごい道まで来ました。本当にこの先にあるんですか。本当に。これやばいよ。生きて帰れるか。ちょっと待ってください。クマの人が、はい、誰も来てないでしょしばらく。お、これ松じゃないですか。ここすごい。クマの巣。池があった。本当だ、松があるね。地植えなんだ盆栽。ここなの松。いや違うと思いますよ。え？探検隊じゃん。探検です。あ、こっちに道あるよ。お、あ、こっちに道あるよ。こ、そっちほら。本当だ。こっちじゃない？こっち？どう？今多分
多分こっちで合ってる。合ってる？じゃあ行ってみよう。日本庭園。おお、日本庭園ね、ライトアップされてる。ね、あれが盆栽園？違うか。いや、日本庭園じゃないですか。繋がってなかったよね、でもね。はい。え？これ大丈夫？これ熊とか出てこない？いや、出てこない。国営ですから。国営ですから。やばいよ。なんかバックヤード来ちゃったんじゃないですか。大丈夫ですか。これ絶対違う気がしてきた。これ帰れる？はい。あるじゃん。あった。日本庭園の中だ。なんだよ。遠いちゃった。遠前にしすぎましたね。感動があるかもしれません。感動があるかもしれません。ショートじゃ無理だね、この尺ね。確かに。ショートじゃ無理ですね。なんかすごいよ、お祭り感あるよ。いいですね。長さが。浜野会長。そうですね。旦那からミッションを昨日受けました。口なしをちょっと昔寄贈したらしいので、それをちょっと見に行こうかなと。はい。お願いします。はい。綺麗。こっちでいいのかな。あっちっぽいね。いいですね。雰囲気いいね。雰囲気。もうちょっと暗い方がいいんだろうね。綺麗。おお、もみじが。30分以上かかったね。迷っちゃって日本庭園の中にありますんで、皆さん、はい、地図は当てにならない、地図は当てにならないね。おお、おお、あと20分しかないって。盆栽園、盆栽園来ました。すごいじゃん。1位だね。聞いてみたら、すいません、チラシありますね。あります。あ、こっちから行ってですね、はい、奥の方に、あの東樹園さんが送ったっていうか、なんか東樹園さんのお客様ですか。昨日あの東樹園で今働いてるんですけど、うん、旦那があの昔寄贈し口なしを寄贈したって言ってて、東樹園さんのお客さんじゃないですか。ですか。あのちょうどね、あの奥の方に、はい、あのあるんですけど、仮のちょっと右、ここがちょっとルミの橋さん、はい、そうですよね、はい、ます。結構立派な木あるね。そうですね、すごいね。わ、草もすごい、すごい ね、ちゃんと手入れの行き届いた。すげえ、確かに。ここが国営、ここ国営の盆栽園ですからね。あ、そういうことですね、はい、国営の盆栽唯一ですよね、多分。あ、すごい。あの、どんな、これライトアップもいいね。110年、うわー、いい木あるよ、ね、すごい。そんなね、そんなにこんなサイズはもないよね。次だ、通過だ。はい、あ、佐久間さんって、なんか看板屋さんだった、すごいお客さんは、はい、そこで、うわ、立派な、おじさんが入ってる。あ、その通り、最近、去年ぐらい、去年11月から入りました。で、そこで、木村君の、あ、そうです、木村君、
一番でした。兄弟子だね。鈴木真二さんが一番最後です。そうです。元。反応すんの？反応する。いいもの見れた。いいもの見ましたね。頑張って歩いた甲斐がありました。おお、すごいすごい。最近ですか、もうこれ、こういうのやればいいのに。そうね。でも暗くならなきゃ分かんないんで、ボンビでもできそうだね。じゃあね、これへえすごいですね。これどこに出てるの？足元に。あ、体に出てるよ。あ、出てる。何これ、何やってるの？体に赤いの出てる。光が見える。モミジが見れんだ。夜来たらいいね。いいですね。デートにぴったり。ぴったりですね。おじさん同士だけど。おじさん同士のデートにぴったり。素敵ですね。素敵ですね。わあ、苔綺麗。苔綺麗。苔綺麗。いいですね。音がいいですね。ホタルとかいたらいいですね。金沢みたいになってますよね。ね。どういうこと？あ、あの兼六園のあの雪の。すごい。天気が良ければ。ね。おお、すごい。おお。映えスポットありそうだね。ねえ、ありそうですね。雪がってことかね、取れないように形が、そういうことか。釣ってるとかね。釣ってんだよね、あれね。すごいね。ないように。何の木になんか藁みたいなロープ巻いてんのか。ラフィアですかね。ラフィアじゃねえだろ。こっちはライトアップしてないです。はい、残念。あ、なんか映えスポットだよ。すごいね。映え。あ、綺麗。また。光ってないやつ。これ行っていいの？行っていいんじゃないですか。全然わかんない。逆光で。逆光でシルエットこう。すごいですね。あとの街、確か、はい、ラーメン、ラーメンの街でもある。ラーメンの街でもある、はい、最後にラーメン食べて、はい、帰りましょう、はいはい、ありがとうございました。ごめん、こうやって思う。いいんじゃない。